今回は今日重心化解したこのモヘンジョダロ使っていこうかなと思います。でこのキャラの大きな特徴としては、個人的にはまず超砲撃のランページ反射レーザー。だから構えると同じ友情がついに工場でもやってきましたよと。で、どっちかっていうと、ターンチャージ M でサポートできます。そして、ラン短縮ですね。いや、これだからミューズの友情がついに工場にも付けられる時代になりましたよってことで、サポート能力は結構すごそう。で、弱点ロスも持ってるんで、まあ、その辺含めて今回は、とりあえずモラルで一旦、ボコボコにして、あとは時トークンも、この SS 全然たまらないんで、多分サクサク進むから、これがラン短縮で、ボス1までに SS たまるのかっていうところも、合わせて見ていこうかなと思います。おお。それだと計算より2分早くなっちゃう。よし、やっと、うんぼ出なかった。そして、これで横貫すると、おお、5ターン縮まってる。ターンチャイムとランタン縮のおかげだね。だからこれ同じことしたらもう、4ターン後には、1段階メッセですよ。そんな感じでやっていきます。まあ、友情コンボ使って、はい。一応これもだから強い友情、まあ、カマエルの友情コンボもらってるから、ある程度は、いけてる？次はランタン縮だけだから、ちょっとあれか。一応離れてるとね、ランタン縮も結局、一直線上にないとダメだから、できればしっかりと、おい。友情コンボ出して縮めて、そうだね、近くにいるとやっぱ、一気に縮まるから、やっぱ爆発持ちのラン短縮は結構爆発との相性がいいんですよね。だからミューズは意外と、そういうところ込み込みで、なかなか相性がいい。はい。これでいい。で、とりあえず削って、まあ、とりあえずみんな固めておいて、ただもう、まだ4手、しかもこれ、左のモヘンジョダ完全に死んでる位置だけど、多分これで、消し飛ばせるでしょ。よし。はい、SS 溜まりましたと。もうそれ次回ってきたら、2回に1回は、SS 使えるペースで来てんじゃない？そしたら。もうこれ SS 使っちゃっても、いっか？いや、これちょっと配置がダメか。横勘で、はい。横勘で置いといて、とりあえずランタン縮、ランタン縮、ランタン縮。まあさすがに、ね、カマエルの友情でも、友情コンボだけであいつら倒しきれるレベルで余裕でいけるね。で、SS も溜まってるから、まあ、適当に。はい。これで、はい。いや、全然動いてねえけど、全然いけるわ。で、時藤くんは、まあ、多分これ友情コンボで倒すとボス1ワンパン難しくなるんで、ていうかもう普通に溜まってんだよな、よくよく見たら。やっぱ、ランタン縮と爆発組み合わせたミューズは、単体でだからこれと似たようなことやってるっていうことでしょ、つまり。これで、あーちょうどいいちょうどいい。だからここでルナバフ入れて、ルナバフ入れてもうこれ押し目でしょ。これでも押し目でしょ、あとは。ルナバフ入れて、次グリフォンの接待も軽く入れて、はい。あと一応このキャラキラー持ってるから、気候封じ。2.5 倍、一応ロボットに対しては出せる。あと、鉱物か。だから、鉱物と、鉱物と、なんかあったっけ？全然わかんねえ。まあ、いいや。とりあえずこれ友情コンボ出したら削っちゃいそうだから、はい。一旦置いとく。よし、オッケー。で、時藤くんが一気にやってくれますと。だからあれだね。ロボットだから、ガンダムコラボか、ギアスコラボがやってくれば、このキャラは多分最大限輝ける。で、一発殴ってファーストキラー入れて、逃げる。はい、総員退化、総員退化。よし、OK、総員退化。さあ、これでも決まったでしょ。はい、一撃。いや、当たり前ですね。これもガンダムのあれですね。もうこれ絶対死にかけでしょ。おらもうこれだ、実質ワンパみたいな、もう、だからキラの2つと同じね。今もう私ガンダムの映画見てきてるからテンションも高いよ。はい、私の計算よりも。ただちょっと2分遅かったね。それじゃあ、やっぱ少なで使っていこうかな。やっぱもう、ギミックが完全に噛み合ってるんで、まあここでどれぐらい強いのかということを、まあ見ていくって言っても、正直、本人が強いというよりかは短縮が強いキャラになってるんで、できるだけ短縮をサポートしてあげるような使い方の方が、
強いんじゃねえのかなと思ってる。なんで、とりあえず短縮入れて、短縮入れて、短縮入れて、はい、オッケー。まあ、ジョータローの友情コンボ、じゃあ、ジョータローの SS をどれぐらい早くやっぱ貯められるかっていうのが、結構気になる点になってくるかな。反射になって。カンカンして、あ、でも一応カンカンしたらそれなりか。で、ジョータローの SS、今回は全然短縮決まってないけど、これのおかげで、はちゃめちゃに、短縮が、すごいことになるんで、はい、強い。そして短縮、短縮、短縮。あーほら、今なんかすごい量短縮したもんね。壁際にあると、キャラが壁際にいるとね、基本的には、広い方に出す特性があるんで、確かこれって。壁際とかに置いてあると、これすごいね、力を発揮しやすいような感じにはね、一応なる。狙ってやるのは無理。モヘジョンダルの配置を狙って出せる術師は存在しないってやつ。そして、あとは、まあ、反射が多いから、とりあえず適当に反射踏みまくって、はい。で、暴れていく。適当なんかいい感じ。よし、オッケー。もう SS すごっまだ2周、まだ2周目なんですけど。すごい簡単にいけるな、そうすると。自称しといて。まあ、これ回復かな？どうせ、友情コンボ出しに行ってもそんな大したことできないし。もうここで SS 使おうと思えば使えるもんね。使わないけど。あ、いや、使ってもいいか？横缶、縦缶。いや、あ、いけるか、一応これ。はい。ここで、避けて、加速、加速。でも、反射になってます。暴れる。いやー、綺麗に決まるわ。やっぱ、ジョータロウに、これも SS やっぱ使えるようになるとサクサク進むね。ジャック・ザ・リッパーの SS を短縮するか、ジョータロウの SS を短縮するのが、一番いいのかな。だってまだチョッパー発動してないのね、ここ戦ってるのに。あとはできるだけ、反射になって。反射になって、はい。ま、金ってなって置いといて、よし！じゃ、こっちが金する番よ。あとは、そうだな、SS 正直使ってもええっちゃええけど、まあやめておこう。ちょっと待って、こっち逆。とりあえず両方の価値倒そうか。はい。よし。あと暴れて、なんかいい感じ。もうジョータローの SS2 段階目使いまくれるから、とりあえずモヘジョ、さあね、モヘジョ開幕にしたいから、ジョータロー抜けか。できれば、ジョータロー抜けでやりたい。おー。ここだから横缶だね。横缶で、ヒットポイント全回復。超 AGB だから、回復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 。これでなんか倒してくんねえかな？ないか。じゃあ、あとは、これで、まあ、貫通になって、適当に暴れていって、はい。よし！さあ、これで領域天空福間水氏。いや、これで喋るわけにはいかないからね。で、あとは、これ両方の青パネルを、両方の青パネルを赤パネルじゃない。これ赤パネルにしたらもう勝ち確と言っても過言じゃないよね。うまいことな、なんかこれ。あれ？ゲージ重力だっけ？いやー、減速か。こう打って。まあ、あそこの赤で止まろう。あそこは、まあまあまあ、赤になってもいいや。しょうがない。で、2P がそこだから。よし！これは耐える、これは耐える。で、あとは SS。さ！適当に大きく動き回って、とりあえず青パネル先に踏んで、あとは赤パネル加速で適当になんかゴリゴリしとれば、まあゴリゴリなんとかなるでしょ。で、減速するけど加速。こっからはもうこっちのもんよ。いけ、ジョータロー。いけ！クリティカルでもいいよ。お！お！止まれ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 ！あめちゃめちゃいい感じだ。あ、でもここで SS 使って。いや、さすがにそれはちょっと早すぎか。うまいこと、なんか。はい。これ、加速。下行け！よし！すげえ綺麗に決まった。あとは、回復が、これ回復できてる。これ、あれ、これ、やべ。これ、私嫌な予感するんですけど、これって、もしかしてモンスターに食い込んでない？これなんかモンスターに食い込んでて、ショットの位置が完全に読めないパターンになってるんじゃないのかなと私予想しておくんですけど。
うまいことこれもう SS 使って短縮してなんか大暴れしてなんかいい感じになれみたいな感じでやったらダメかな。それかチョッパー使うか。いやチョッパー使おう。はい、で毒を治す。なんか嫌な予感するんだよなこの位置。あ、やっぱりで暴れ回って削って削って、オッケーオッケー。丈太郎の SS これ目の前に止まれたら多分ワンパンボス2だったらワンパンいけるでしょきっと。ボス2のワンパンの計算って全然やってないけど、そうだなぁ。もうどうせそうだ、ここでしか使えねえんだから SS って。横勘でちょっと下がりながら、はい、よし。そしてズドドドドドド、これはまあしょうがない。で横勘でヒットポイント全回復で丈太郎に全てを任せる。これであとは次はまあ適当に減速で置いといて、おおやっべ。あー、これどうすかな、横勘でいっか。横勘で全力横勘でまた回復。はい、ワンチャンこれ多分弱点目の前に止まれなかったら死ぬ可能性あるんで、そしたらあとは全部青パネルになってるからある程度止まりやすいんですけど、弱点目の前に止まれっかな。ここを、あ、でも横拾って横拾って、いやー、ぐるっと回ってあそこの右上青パネルからスーっていってなんかいい感じにできねえかなこれ。こっから回って、はい、これでスーって言ってスーって言って、お、あー惜しい。というかちょっとグダグダしてる間にもう丈太郎がまた溜まりそうなんですけどやっぱこのエッセイ、このキャラちょっと高難易度とかですげえ役に立つタイプの動きしてるなマジで。あとはじゃあ、まあ、このキャラはマジで何もしないでだから、はい、何もしないで。そしてここは自傷拾ってるから、あ、オッケーオッケー、自傷して殴って倒すか。いやー、いい削り、いい削り。もうここでジャクロモンこっちは使っちゃっていいか、どうせボス2で。あー、まあ一応劇種変化パネルを無視するためには使えるか。これブロックに乗ってる？乗ってないから反射になってしまう。 SS 使って貫通になって、はい、自傷してワンチャンこれで倒しきれるか。弱っこれ丈太郎丈太郎のラウンドスパークじゃねえか仕事したの。どうすっかな。そしたらとりあえずこれカチカチができてる。まあ、カチどうすっかなこれ。反射になって、まあ、とりあえず天使倒しておくか。あと友情コンボも出す。はいはい。で、上行ってワンチャン。よし、オッケー、完璧です。あー、すごい完璧な動きできた。あとは、そうだな、青パネルを赤パネルに変えて、動けると最高なんだけど、ちょっと難しいか、これ。2P がそこ。変に自傷踏みまくったらこれ死んでしまうからな。これ、どうすかな、変に攻めた動きすると死んでしまうから、毒も食らってるし。変なことしないで、ここの赤パネルだけ、やっとけばいっか。はい。動かない。やっぱゲージ減速はこういう時便利だね。で、毒ズドドドド。2P 丈太郎って？じゃあ毒じゃない。あとはじゃあ、どうすかな？ここ D 感じに丈太郎の SS でスタープラチナズドーンしたいんだけど、こっから下いけるかな？なんか入れ番しそうな気がプンプンする、私の経験。この5秒の間に、お、来た、決まった。でも全然消せません。時すごい。いや、無料駆除しすぎ。うわー、これもなー、クソ。あそこをな、減速で加速して、減速で加速して、いや、これ両方赤になりそうだなー。そしたら、なんかうまいこと横勘で下がってって、減速はするけど加速拾って、その後補ってく。はい。いけ、よし、加速。まあもうこれしょうがないね。うまいこと逆にこれを利用して、SS 使う、片方があっちか、
SS これちょっともったいないか。どうせ弱点に当たんねえし。それかえってここで。はい。とりあえずこいつ倒しておくか。これで、お、これ下入れ、よし、ああいや、めちゃめちゃ完璧な動きだったのに。ここからもう一回うまいこと溜まり直さないかな。多分これ溜まり直すでしょ、今のこのペース見るに。で、オラオラするでしょ。こういう時にやっぱジャックの SS だとな、火力に期待できるからいいんだろうな。で、とりあえず全部貫通だから、これを全部反射にしたいんで、めちゃめちゃ多いな、これ。だパネル拾って、あとは暴れ回ってで、はい。で、拾って、拾って、赤パネル、赤パネル。こんだけ全部拾ったらどうだ、削り。全然出ないっす。全然軽く出ない。ここで SS 使えたらめちゃめちゃ良かったのかな、そしたら。で、ズドドド食らう。反射。反射でうまいこと足元に入りたいんだけど、ここでぐるっと回して、はい。で、減速するけど、超 HP 加速。で、赤になって、なんかいい感じに、足元入れ全然入ってくれません全然入ってくれません。いや、でもこれでもまた全部赤色になるから、なんか短縮決まったらな。はい、全部赤。っていうか、キャラクターの配置が全体的に殴りにくい位置にいるんだよな、これ。もうこれぐるぐるし、足元に入ってぐるぐるアタックか。はい。これでどう？お、これいいんじゃない？なんかよくわかんないけど、いい動きしてるよ。よしよくわかんないけど、めちゃめちゃいい動きしてた。イタドリ以外にもたくさん使える人がいるっていうことですね。いや、意外とこれなんとかなったな。まあ、ほとんど上太郎のおかげというか、ちゃんとやっぱ弱点必中できる SS だったら多分もっと楽なんだろうな、きっと。上太郎なんとなく連れてきたけど。なんで、多分伏黒とか、あの辺いたりすると、なんか、すげえもっと弱点必中。あと、イタドリか。あの辺とかいたりすると多分回転率良くていいんじゃないかな。